天野です。前回の続きですね。で、質問2つもらって、で、1つ目は前回お答えしました。で、2つ目なんですけど、まあ、ちょっと読み上げますね。聞きたいアファメーションがとても多いため、全部をフルで聞き切るのは難しいと感じています。そこで携帯のボイスレコーダーに倍速したものを約3から5分ほど録音し、録音した順にカフェや電車で聞いていこうかと思うのですが、それでも効果はあるのでしょうか 私としては2倍速がちょうど心地いいスピードです。ということですね。まあ、あの、質問まとめると、まあ、たくさん聞きたいんだけど、まあ、全部聞ききれないから、多くのメッセージをちょこちょこと聞いていくということですね。で、速さは2倍速がちょうど心地いいというふうに、まあ、この方は感じているということですね。で、これは前回の動画でも言ったんですけど、まず、このアファメーションチャンネルは、いろんな使い方ができるっていうところが良さなんですね。まあ、 いわゆる普通のアファメーションっていうのは使い方が限定されているわけですよ。もうすでに BGM をついてたりとか、メッセージも固まったりしてるんで、そうじゃなく、このチャンネルはメッセージの数膨大ですから、だから自分に合うものだけ聞けばいいわけです。で、しかも BGM ついてませんから、BGM なしのまま聞いてもいいですし、まあ他の YouTube チャンネルでヒーリングかなんか流しながら、まあだから自分で BGM をつけて流して聞いてもいいし、だからもう組み合わせていろんな聞き方ができるわけですね。なので、まあファイナルアンサー言うと、 あなたが一番しっくりくる聞き方がいいですよと、まあこういうことになります。なので、あの、この方がおっしゃるこの使い方も全然いいですよ。で、まあとはいえ、じゃあ僕ならどういうふうに使いますかってことを、まあ多分この方は聞きたいと思うので、僕だったらということでお答えしますね。まあというか、僕自身もこのチャンネルを利用してますから、もともと僕自身のために、このアファメーションっていうのは作り始めたわけですからね、約10年前に。だから、僕自身がどう使ってるかっていうのを、まあご紹介いたします。で、 僕はあまり過剰にたくさんのメッセージを一時期に集中しては聞きません。まあ、せいぜい2個か3個ぐらいに絞って、それを一定期間聞くという感じですね。まあ一定期間というのはその時々によって違うんですけど、まあ1週間くらいで課題が解決する場合もありますし、もう長期間にわたってずっと聞いてる時もありますし、まあいずれにしてもあまり多くのメッセージを一度に聞くってことは僕はありません。というのも人間って一度にたくさんの課題を解決できないじゃないですか。 例えば最近ちょっと人に優しくなれないなっていうふうに思ったら、そのことに集中しますよね。まあ、じゃあしばらくはちょっと人に優しくしていくってことを気をつけて行こうっていうふうに考えますよね。で、それに集中するから、まあその課題が解決しやすいわけです。まあ、例えば僕は楽器を弾くわけですけど、あのギター弾くわけですけど、ギターの練習するときも一度にいろんな練習しませんよね。まあ、ギターの練習したことある人はわかると思うんですけど、一度にいろんな練習しないじゃないですか。 まず弾きたい曲があるなっていうふうに思ったら、最初はリズムとか気にしませんよね。とりあえず楽譜通り弾けるってことを重視して、まあ、ゆっくりでもいいし、リズム崩れててもいいから、その曲を覚えるってことに集中しますよね。覚えると。で、覚えるって段階を通り越してから、初めてじゃあ次はリズムを気を配って練習しようと。そういうふうになりますよね。で、リズムがバッチリと決まり始めたら、今度はじゃあちょっと強弱つけてみようかなとか。 で、それが解決したら、ちょっと自分のオリジナリティを加えてみようかなとか、そうやって、一つ一つクリアしていくものじゃないですか。なので僕はアファメーションに関しても、まあ、人生の課題っていうことで考えたら、まあ、そんなに多くのことを一度に解決できないっていうふうに思ってるんで、で、せいぜい2、3個ですね、そのメッセージを、ある一定期間に聞くっていうことを僕はやってます。まあ、ただこれも繰り返しになりますけど、僕はそう使ってるってだけですよ。 一度にたくさん聞いた方がしっくりくるってなったらそっちの方がいいと思います。ただもし無理をしてるんだったらなんか一度にたくさん聞いてちょっと無理くりだなって思ったらあまり無理をせずにちょっと数は抑えてまあせいぜい2、3個ぐらいのメッセージに抑えて一定期間聞き続けるというふうにした方がいいと思います。でその判断基準は自分的に無理かなって感じるかどうかですよね。ちょっとこのやり方は合わないなと思ったら他のやり方にしてみる。 本当にいろんな使い方ができるんで、一番しっくりくる使い方でやってみてください。で、あとこの方は2倍速で聞いているということですけど、まあ、この質問もですね、あの、しばしばいただく質問なんですよ。まあでも、いいと思いますよ、2倍速でも。その聞き方がしっくりくるってんだったら、それでいいと思います。ただ、僕はどう使うかっていうと、僕は標準の速さで聞きますね。で、別に15分フルに聞かなくたっていいわけですよ。まあ、ある程度聞けば、 それでで大丈夫です僕もフルでずっと聞く時もありますしまあ途中でやめることもありますしまあそれは本当その時の気分次第ですよねでなんで僕は2倍速で聞かないかっていうと、まあ、このメッセージっていうのは2倍速とかで聞いてしまうと早いじゃないですか当然早いってことは例えば英単語を覚える時なんかもそうですけど、まあ、アップルリンゴですよねでアップルリンゴ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 アップル,リン,ップルリンゴって、まあ、何回も何回も言えばそれは 何かも言ったってことになるのかもしれませんけど、でも連続でガーって言っていくと、脳はそれ1回とカウントしてしまうんですよ。だからアップルリンゴ、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 アップルリンゴって今5回言ったんですけど、でも5回言ったのが1回になっちゃうんですよ。でもそうじゃなくて、1回1回切れば、ちゃんと1回としてカウントしてくれるんですね。アップルリンゴ。アップルはリンゴ。アップルはリンゴ。アップルはリンゴ。 アップルはリンゴって。っていう風に、一回一回確かめるように間を取っていく。そうすることで、あ、ちゃんとこれは一回聞いた、二回聞いた、三回聞いたと。そういう風に脳はカウントしてくれるわけですね。ばばーっと二倍速で聞いちゃってもいいんですけど、それよりは落ち着いて普通の速さで聞いていった方がいいんじゃないかなと、僕は思います。ただこれも繰り返しになりますけど、 普通の速さよりは2倍速の方がどうも自分的にはしっくりくるなと思ったらそっちの方がいいです。まあ自分が使いやすいかどうか自分がしっくりくるかどうかっていうのが一番大事ですからね。で、最後ついでに言うとですね、このチャンネルいろんな使い方できるんですけど、まあいわゆるアファメーション、まあコーチングでいうアファメーション、まあ大きな目標を設定するということですね。目標というかゴールというか自分がなりたい像をイメージする。まあそれじゃあ今の段階じゃあ実現不可能かなって思えるようなことでもいいわけですよ。いやむしろそういう方がいいわけですね、ゴールっていうのは。 だから、アファメーション、正しいアファメーションっていうのは、それなんですよ。それこそがもう、真っ当なアファメーションなんですよ。だけど、そういう使い方が苦手な人もいるわけなんですね。それよりは、手の届くゴールを設定したいという人もいます。だから、それは厳密な意味で言えば、まあ、コーチングで言うアファメーションとはちょっと違ってくるんですけど、でも、そういう使い方もできるようにしてあります。まあ、メッセージは膨大にあるんで、まあ、手の届くような目標のメッセージもあるじゃないですか。 そういいった使い方もでできるわけですね。それと、あと、名言格言とか、あとは、私は何々だとかではなくて、あなたは何々だっていう言い方をしているメッセージもあるじゃないですか。で、これはすでに、いわゆるアファメーションではないわけですよ。まあ、だけど、それもアファメーションとして含めて、このチャンネルでは毎日毎日配信しています。なので、厳密な意味でのアファメーションではない使い方もできるようにもしてあるわけですね。 ま、本当に、いるんですよ。あの、私は何とかだっていうのはちょっと苦手だと。あなたは何とかだっていうメッセージを聞きたいっていう人もたくさんいるわけですね。だからそういう人にとって使いやすいメッセージもたくさん用意してるわけです。で、この場合はアファメーションとして使うというよりは、どちらかというと、自分のいいバイオリズムを取り戻すために使うって感じですよね。で、こういう使い方で僕はやるのは、寝てる時に流すってやつです。いや、これほんとしょっちゅうやってますよ。まあ、例えば最近急いでるなと。 まあ僕は個人でビジネスやってますから、あのブログビジネスなんですけどね。で、特に新しいブログなんか立ち上げた時はですね、もう気持ちが焦るんですよ。早く成果出したいっていうふうに。だから思わずちょっといい加減な記事をたくさん書いてアップしたりとか、そういうふうにやっちゃったりもするんですけど、でもそういう気持ちを抑えて、もう一歩一歩進んでいこうよっていう、まあそういう長い視点を持つことが大事なんですね。だけど、まあ気持ちが流行っちゃって、なんかそういうマインドになれない時っていうのが時々あるんですね。だからそういう時なんかに、 まあそういう一歩一歩進んでいこうよみたいなメッセージをですね、日々流すと。で、しかも寝てる時に流すわけですね。だからこれはもう厳密な意味でのアファメーションではないんですけど、自分のバイオリズムを取り戻すためのテクニックとして使ってるわけですね。だから寝てる間ずっとそのメッセージが流れてるわけですよ。で、これ本当不思議なんですけど、で、寝てる間にメッセージ流しておくと、起きた時にですね、ちょっと気持ちが変わってるんですね。 だから例えばさっき言ったみたいにちょっと最近急いでるなと焦ってるなっていう風に思った場合は、そういう焦らない系のメッセージをまあどん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 流しておくと。で、そうするとですね、朝起きた時に、パッとちょっと意識変わってるんですよ。よし、今日も仕事するぞと思った時に、焦りがちょっと消えてるんですね。ちょっと落ち着いた気持ちになれるわけです。でももちろん人間ってすぐには変わりませんから、もう一日で変わることはないんですけど、しばらくそれを続けるわけですね。寝てる時に流すっていうの。そうすると、 日々だんだんその焦る気持ちが取れていくのがわかるわけです。ただ、バイオリズムって人間ってあるじゃないですか。好調、不調ってのが。波でありますよね。で、不調になった時は、まあ、いずれ好調に戻ってくるんですけど、でも、その好調に戻る速さが早い方がやっぱり嬉しいじゃないですか。で、そのバイオリズムがいい流れになるのを助ける効果があるわけですね。ちょっと最近不調だなと思ってても、寝てる時に流してると、なぜかちょっと朝起きた時にちょっと目覚めが違うんですよ。 まあ大体人間って目覚めで分かりますよね。パッと目覚めた時に、ああ、なんか今日ダメそうだなって時と、お、なんか良さそうだなって時とあるじゃないですか。じゃあなんでダメそうだなとか良さそうだなって感じたりするかっていうと、そのバイオリズムの状態ですよね。いい状態に戻りつつあったら、あなんかいい感じなと感じるわけです。でもずっと落ち込んでる状態だと、パッと目覚めた時にダメな感じがしますよね。だからそのバイオリズムを取り戻すために、 寝てる時に流すっていうのは僕はよく使ってますけどね。だから、アファメーション以外にもいろんな使い方してみてください。今回は以上です。